スーパーハイレグ女子天津一葉のちはす TV。 はい、こんにちは、天津一葉です。今回ですね、私大阪に行ってきまして、お土産を買ってきました。なんかもう急いで買ったんですけど、急いで買ったんでちょっといっぱい買ってきましたんで、ちょっと一個ずつ食べていってみたいと思います。あのね、友達とかあんまりいないので、自分で食べきれそうな大きさのものにしました。まずやっぱ大阪といえばたこ焼きということで、四角いたこ焼き、たこパティエ。でも全然、もう大阪で買ったんですけど、大阪行ってきたんですけど、そう、まあ美味しそうなのを買ってきました。ということで、神戸リンキャラメルガレット、辻のラスクです。神戸ミオールさんのボニールフロマージュです。ちょっと全部食べてってみたいと思います。全部美味しそう。お菓子すごい好きなんで、やっぱたこ焼きからかな。たこ焼き、たこ焼きですね。知ってる？たこ焼きです。いただきます。たこ焼き、パイ、パイ。食べない。パイでたこ焼きで、うわー、たこ焼きパイです。なんか本当はこういう箱に入った大きいのもあるんですけど、今回はちょっと数個入りのもあったんで、6個入りもありました。美味しい。しょっぱい系ですね。甘じょっぱい。次に神戸リンキャラメルガレットです。箱が可愛いですね。は2020年11月15日まで、結構長いかな。で、このキャラメルガレットも12月まで持つんで、結構賞味期限も長いです。こんな感じです、キャラメルガレット。こんな感じです。柄がかわいい袋の。いただきます。
中にチョコレートが入ってるの分かりますか？ホワイトチョコレートが入ってめっちゃ美味しいです。ガレットっていうのを初めて食べたかもしれないです。美味しいです、ガレットとはフランス料理の名称で、フランスではフランスでは丸く焼いた料理を意味するものだそうで、日本では特にそば生地を使用して薄く焼いたブルー、全然違うもの出てきたんだけど、あれ待って、なんか調べたらこれが出てきたんですけど、分からん。あ、でもさまざまなガレットがあって、多分ガレットブルトンヌっていうのがクッキーだそうで、多分これでブルターニュ地方の中でも西部地域のバスブルターニュでは小麦粉で作るサクサクした薄焼きクッキーをガレットブルドンヌと呼ぶ。日本でもこの意味で用いられることがある。なお日本ではより厚焼きのクッキーを指すことが多いが、薄くないものはフランスではパレブルトンと呼ばれ区別されています。日本では結構ガレットは厚焼き、このさっきみたいな厚焼きクッキーのこれですねを指すことが多いそうです。美味しい美味しい。次ラスクいきます。これも賞味期限11月18日まで、結構長いですね。こちらから開けてください。こんな感じで、一番ちっちゃい箱で、これ全部500円ぐらいですね。ガレットは4個入りでした。これは5個入りです。こんな感じ。お、チョコです。抹茶チョコ、こんな感じです。美味しそう。ちょっと手で、後ろはラスク持ちやすいよね、かな、持てる。いただきます。ラスクです。ラスクです。多分ずっとこんな感じで、美味しいです。この抹茶チョコが苦くて、普通の抹茶チョコより苦い気がします。抹茶の味がして、すごい抹茶の味がする抹茶チョコに、ラスクと抹茶、苦い抹茶チョコがあってめっちゃ美味しいです。美味しい。でちょっとこれがね、一番気になってたボニールフロマージュです。ボニールフロマージュって何？賞味期限9月29、結構最もうすぐですね。賞味期限結構もうすぐ。こんな感じ。お菓子ですね。フロマージュとは、フロマージュとはチーズのことで、レアチーズケーキ、クリームチーズなどのフレッシュなチーズを使ったケーキのことです。フロマージュとはフランスの言葉でチーズのことで、大体ね、チーズケーキを指します。ということで、チーズケーキです。
そう。あ、美味しそう。チーズケーキですね。こんな感じ。開けれる好きでした。うん。やばい、めっちゃこぼしてる。もう汚すぎてボロボロすぎてもう映せないです。もう、うん。中にチーズが入ってます。こんな感じで中にチーズ、チーズケーキで中にチーズケーキ、チーズが入ってて美味しいです。うん、ふわっとしたチーズケーキの中にしっとりしたチーズケーキが入ってます。美味しい。どれも美味しかったですね。うん、すごいどれも美味しかったんですけど、やっぱりなんか全部私500円ぐらいのものを今回買ってきたんですけど、そうするとやっぱりね、単価1個が高いのがやっぱり美味しかったです。でも私的にはこれかな。やっぱりなんかすごいいっぱい入ってるし、たこ焼き、やっぱり大阪感があってよかったかなと。これでもラスクも結構いっぱい入ってて美味しかったかなと思いました。ぜひ大阪に行った際に買ってみてください。大阪のお土産の、大阪のお土産のお菓子を買う時の参考に少しでもなったら嬉しいです。あ、むしろね、私あんまりお菓子有名なもの知らないんで、コメントでもっとおすすめなものあれば教えていただけると嬉しいなと思ってます。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それじゃあまたね。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。